パーベル・ウラジーミ・ロビチ・ブレは、ロシアの元アイスホッケー選手である。ポジションは、右のウィンガー。その速さから、ロシアン・ロケットの異名を持つ。ブレは12シーズンを、ナショナルホッケーリーグのバンクーバー・カナックス、フロリダ・パンサーズ及びニューヨーク・レンジャースでプレーした。NHL に移籍する前は、ソビエト連邦のチェスカ・モスクワで3シーズンをプレーした。1989年、 NHL のドラフト113位でバンクーバーカナックスに指名された。最初のシーズンに最優秀新人賞のカルダー記念賞を受賞。カナックスで7シーズンを過ごした後フロリダ・バンサーズに移籍2年連続で得点王としてモーリス・リシャール賞を受賞。2005から2006年のシーズンを前にして膝の慢性的な障害を理由に34歳で引退を表明。 NHL の定期試合で702試合に出場し779ポイントを記録した。200点以上のパックを打ち込んだ選手の中では1試合あたりの得点数においてブレは NHL 歴代5位を占める。NHL オールスターゲームに6回出場し、2000年にはオールスターゲームの最も貴重な選手に与えられる賞を獲得した。国際大会においては、 ソビエト代表、後にロシア代表として出場。ソビエト代表として1989年に U20 世界選手権で優勝。1990年と1991年は準優勝を成し遂げた。ロシア代表として1990年の世界選手権で優勝。1991年は銅メダルを獲得した。 ソビエト崩壊後は1998年にロシア代表として長野オリンピックに出場、銀メダルを獲得。2002年のソルトレークシティオリンピックでは銅メダルを獲得した。2006年のトリノオリンピックではロシア代表チームのジェネラルマネージャーとして参加。2002年にイーホフのホッケーの殿堂入り。NHL のチームから背番号が永久欠番になった。 最初のロシア人選手である。パーベル・ブレは1971年3月31日、ミンスクの第三私実病院で生まれた。両親はモスクワに暮らしていたが、ミンスク育ちの母親出産のためにミンスクに移動した。しかし、ブレがインタビューで何度も確認しているように、彼の出生届には、モスクワ出生と記載されている。父のウラジーミルは、 水泳選手でオリンピック4冠ソビエト選手権17冠だった。祖父のアレリーは水泳のコーチだった。6歳の時に HC チェスカモスクワの少年チームでアイスホッケーを始める。1988年、クスカの中心選手としてディナモリガトの試合でデビュー。試合開始4分で、ブレは最初のパックを打ち込んだ。ブレは4シーズンの間に、 クスカで2度のソビエトチャンピオンになり3度ヨーロッパ選手権で優勝した。最も活躍したのは最後のシーズンで平均すると1試合で1ポイント以上を記録した出場44試合で46ポイント。1989年 U2 0世界選手権でデビューし優勝。それだけでなくブレヒョードロフもぎりぬいのトロイカが国際試合でデビューした大会になった。トロイカは 存分に結果を出し、19ゴール38ポイントを記録。ブレ自身は8ゴール6アシストを決め、大会のベストフォワードに選ばれた。1990年代の初め、ブレのソ連代表チームの仲間がそうであったように、ブレも NHL に移籍。ブレはバンクーバーカナックスにドラフト113位で選ばれた。 NHL の最初のシーズンにブレは NHL で最も高級のロシア人選手になった。1991から1992年にはリーグ全体の最優秀新人賞を受賞。シーズン終了時にはブレの爆発的なスピードからロシアンロケットの異名を取った。2年後、ブレは60ゴールを決めて得点王になる。2シーズン続けて彼は 定期試合で100ポイント以上を獲得し、4年連続でクラブをプレーオフに導いた。特に成果が出たのは1993から1994年で、カナックスはスタンレイカップの決勝まで進出したが、ニューヨークレンジャーズと激闘の末、3勝4敗でスタンレイカップを逃した。プレはプレーオフで16ゴール15アシストを決め、 プレーオフで一人の選手が残した成績として、クラブの新記録を樹立した。シーズンが終了するとカナックスと契約を延長し、5年間の契約を2450万ドルで締結。この契約はリーグ史上4番目の金額となった。翌シーズンの初めにブレは、シカゴブラックホークスとの試合で、右膝の人体帯を損傷。長期間のリハビリを余儀なくされる。 怪我から回復した後、ブレは1996年のワールドカップに出場することを同意した。ブレはアメリカ代表とのエキシビションマッチで右膝を損傷したため、本大会では全くプレーすることができなかった。ブレは未だに得点力のある選手ではあったが、クラブを助けることはもうできなくなっていた。1996から97年のシーズンは、 ブレにとってもクラブにとっても振るわないものになった。ブレは1試合あたりのポイントで過去最低の結果を残し、クラブは7年ぶりにプレーオフ出場を逃した。定期試合の終盤の19試合をブレは背中の負傷のためにプレーすることができなかった。1998年の夏からブレはモスクワに拠点を移し、コンディションを維持するためにクスカで練習した。 カナックスは最初ブレを外したが、後にトレードを模索。ストライキが7ヶ月続き、ブレは500万ドルの報給を失った。1999年1月、交渉の結果ブレは、フロリダ・パンサーズに移籍し、2年続けて、シーズンに50ゴール90ポイントを記録。2000年と2001年には、得点王に与えられるモーリス・リシャール賞を受賞したが、 クラブのタイトルを取ることはできなかった。2000年の夏、ブレはパンサーズと5年間の契約を4750万ドルで締結する。契約は6年で1050万ドルのオプション付きだった。2000年のシーズンにブレは58ゴール36、アシストを残し、ヤロミール・ヤーガーに次いでポイントランキング2位でシーズンを終えた。また、 シーズンに一人の選手が記録したポイントでクラブの記録を更新した。2001年の夏に弟のワレリーがトレードされた後、ブレ兄弟は初めて同じクラブになった。2002年3月、締め切りの1日前にパンサーズはブレをニューヨークレンジャーズとトレードする。しかしレンジャーズは5年連続でプレーオフ進出を逃した。ブレは膝の怪我のために多くの試合に出場できず、 2003から2004年のシーズンを丸々棒に振った。2005年11月1日、モスクワで開かれた記者会見でブレは現役引退を表明。34歳だった。NHL で通算702試合に出場し437ゴールを打ち込み779ポイントを記録した。NHL では背番号96、10、9をつけてプレーしていた。 ブレは1998年のオリンピック銀メダリスト、1990年の世界選手権チャンピオン、1989年のソビエト選手権チャンピオン、そして2002年のソルトレークシティオリンピック銅メダリストである。1998年の長野オリンピックでは、ブレはロシア代表チームのキャプテンを務め、6試合で9ゴールを打ち込んだ。その打ちゴールは、 フィンランドとの準決勝で決まった。決勝では、ブレモチームも見せ場を作れず銀メダルに甘んじた。ボールデッドナンバーズ・インディケイトシーズン、プレイオフリーダー。ありがとうございます。